七かまどの実と言います。北海道やあるいはロシアと寒いところの街路樹で使われたりもしております。この七かまどの実というのは、冬の寒い時でも実が腐れることもなく赤々と雪の中で成長しております。それを小鳥たちが食べて、その種をいろんなところで撒き散らして子孫を繁栄させると。そのために雪の中で実をつけている。真冬の雪の中でもこの七かまどの実は腐ることもなく赤々と、なっております。これは実はフランス人の方がこの原因を突き止めたというふうに言われています。七かまどの実の中にいわゆる世界で一番よく使われている保存料が入っているわけですね。このソルビン酸はかまぼこやハム等に保存料として使われています。七かまどの実にこのソルビン酸が含まれているということによって、いつまでもこの実が赤々となっているということなわけです。現在食品で使われているこのソルビン酸は、七かまどの実から取るんではなくて、合成で作られたものを使っております。